さあ後ろからこんにちはして一発115。さああと一発当てれば倒せる HP だが一気に倒していく。さあ2人で倒して目の前の敵も3人目。さあ破壊力立ち回りともに完璧。さあ160いいダメージ。ん、待たせたな。しょうがねえな、教えてやるぜ。さあ君たちで復唱してみてくれ。なんて言ってかわかんねえな。それじゃあ動画へレッツラゴー。さあルリと、さあコヨタとペポ。さあ前回はあんまりいい結果がね出なかったからね。さあ今回頑張ってほしい。さあまさかの元チームメンバー対決。さあコヨタがコアを落としていった。さあヘッドショットは目の前のコアを倒して、さあ資材をゲットいただきます。さあ後ろで、さあルリのアンチ進行をもとに、さあコヨタが倒そうとしている。さあペッポも落としている。目の前のベリーを落として、さあ目の前資材ゲット。さあ後ろからこんにちはして一発115。さああと一発当てれば倒せる HP だが一気に倒していく。さあ2人で倒して目の前の敵も3人目。さあ資材を取って、さあ50増えた。さあこの資材は美味しい。さあ破壊力立ち回りともに完璧。さあ増えた資材でここは下ろして目の前一発当て倒しきって、横のシークレットランチャルも倒していきたい。さあかっきり入れて、さあローグラを全部蹴散らしていってるが、さあ最終アンチ少し上なので一マス上がらないといけない。さあ160いいダメージ。カルネを倒して、さあこうやったミニポを飲んでいきたい。さあもうハイグラに行って戦うしかないが、さあどうする。こうやったここは上に登って、さあもうやりに行きます。残り 2v3。 さあこうやったどうにか倒していきたいが、味方も HP がない。さあハイグラを落とせればワンチャンあるが、さあリートがいるが、これはどうなる。回復勝負。さあ落としていきたい。うわー惜しい。さあ目の前トトチやってきてるのをしっかりラゼルたち、さあ倒している。さあ回収していきたい。さあラゼル村ポンになった。さあハイグラ一人落として、さあ丸 FF しっかり落としている。さあ今回も全ての敵をなぎ払いながら、さあ最終アンチ向かっているぞ。強いね。さあ資材もだいぶ増えている。ファイヤーが残り89枚。さあしかも回復勝負ができる状態だが、さあ丘の上のアンチなのでここはファイヤー早めに登っていく。さあ前の方に出て、さあ早めに登っていきます。順位を狙いに行ってるね。さあ目の前マイポリを倒して、さあ資材をゲット。さあ目の前壊して、さあ自分たちの通路にしていく。さあ後ろではラゼルたちがキルを取ろうとしているぞ。さあ資材拾った。さあ残り資材全部使ってもたどり着くが、上のやつらが怖いぞ。一気に敵が降りてきてしまう。さあここはファイヤーたちも倒していきたいが、さあ目の前、さあ落とせず。さあしかし後ろでシンクがしっかりと倒している。残り人数6パーティー。ここでラゼルが一気に登っていこうとしているぞ。さあ目の前壊して、さあ上にいる敵を落として一発撃って倒していく。うまい。さあ1キル入って目の前の敵も、さあファイヤーだった、こんにちは、しっかり倒して、さあそのまま上に登って、さあラゼルどうにかやっていきたいが、ここはかっきり取られる前に、さあ周りを囲んで、ここは HP なくなって、さあフィニッシュ15キル2。ナイス。あ、もっと上いる？は？え？え？さあ、誰にも気づかれないハイ IQ プレイで順位を伸ばそうとしているぞ。シャドウフロッパームーブっていうのこれ、初めて見た。さあここは6回一気に落ちていく、降りていくか。さあハイグラ1人ってのを分かった状態で、さあ一気に、さあ剣罰を仕掛けていく。さあアサルトライフル降りていく人間を、さあこれ、いやこれで順位稼ぐの偉っ。残り3対1。え、さあ現在2位でそのまま落下し、いやこれで2位取れんのマジ、え強くないこのムーブ。さあ上には誰かがいるが、ここは落ち着いてローグラを取りに行く。さあシュンシャンのアンチ移動が神すぎる。うまいね。さあローグラの、先端を取れたぞ。さあ目の前、さあルーズイか、名前が分かんないが、さあシュンシャンローグラをしっかり取りに行く。いやこれシュンシャンのローグラ完璧。さあ目の前にミニポがあったが、さあシュンシャンここは倒して資材は取りに行くし、しかもあれでシャドウフロッパーあるよ、シャドウフロッパー。いやでももうやんないか、さすがに。さあ後ろ出てきたやつを、こんにちは、
しっかり倒しているリザート。さあイグナイトソーフィンがいるが、しっかり開けて132キルが取れている。さあカッキルは入れずに一旦アンチラに入って、さあカッキルが入るのを待ちます。さあ戦って倒しに行くのはリザートか。さあカッキル入って目の前、さあこんにちは、もう倒しに行くしかない。さあリザートが目の前、シャモーキー、さあモンキーを倒して、さあもう一人のカッキル入れてしっかり HP を回復。さあ横にいる人間も倒して、ここも下回復。さあ全部投げ払っていってるぞリザート。さあ上から落ちてきたやつも一発あってやられてしまうが、カッキルを入れられて、さあシュンシャンが回復勝負をしている。さあゴースト状態になるが、これはおー残り HP12。さあ真下にいるのはルリか。さあローグラしっかり、ほら周り見てるでしょこれ、ほら周りをしっかり見て敵が来るかどうかを見ています。さあ一度、さあルリたちの後をついていく。目の前ワンボックスいっぱいいるが、ここのバトルもお手の物。さあコヨタが一番後ろで目を輝かせている。さあキミーがいたが、ここは倒せず。さあちょっと狭すぎるねこれ、一段上に上がっていきたい。さあ目の前の石壊して、さあどうにかシダを取っていきたい。目の前ワンボックス張り替えて一発143。うさあ大ダメージ、緑ポンプで出せるだけのダメージを出して、さあここは活気を取って、さあ次のアンチにも入っていきます。さあ HP がほぼ少ないがどうする。さあペパは落ちてしまっているぞ。残り人数6パーティー、ルリの資材は43枚。さあ最終アンチまでギリ足りそうだが、 HP がないのでどっかでキルを入れたい。さあこれもしっかり見えている、112からのルリがペロッと。さあローにした敵を倒して、さあ資材をゲット。この男見えすぎだ、ちょっと入れるんよな。さあ降りてきた AM にもしっかりサウンドプレイ、音を聞いて降りてくるのを分かっている。さあ打つえ、五感を全てさあ研ぎ澄ましてのバトル。さあハイグラを落として降りてきたところ、チョコラブを撃破。さあしっかり敵の足音を聞いて敵がどこにいるかを把握しています。さあハープンガンで登って目の前、さあ元同じツインミのコアを倒して、カッキル間に合って、そのままお互いキルで1位。さあアンチ移動をしっかりしている、ファイヤーここはスルスルと。さあローグラをしっかりと、さあ1人落としてジャエモン撃破。さあシンクとラゼールとね、このアウンの呼吸もねすごいコンビネーションの抜群なんだよね。さあ目の前マイポリたちのチーム、さあここはラゼール追い詰めることはできるのか。目の前ストークを倒すことができるか、ラゼール一度アンチ外まで行って、さあ横をエディットして待ち構えている。さあローグラを取ったのはラゼールたち、今のいい動き。さあ戦わずとしてもローグラを取りに行った。さあラゼルが後ろでしっかり経過しながら移動していく。さあ資材もファイヤーに渡して、さあローグラムーブで進んでいく。さあラゼルちゃんとお尻を締めながら、お尻を締めながらって言ったらちょっとなんか語弊しかないな、ケツの方を締めながら、どっちもダメだやっていくか。ここは一発痛いダメージもらってしまった。さあカウンターを入れていきたいが残り HP13、 一発あって倒せない、惜しいが残ったのはファイヤーとシンク。さあシンク目の前ワンボックス一気に詰めてこられるが、ここはストークのキルが入って、上からこんにちはヘッドショット入れて倒していく。さあハイグラの敵を落として、ボットがギリギリ繋いでいるが、さあ壊していきたい。さあファイヤーは、さあこれはきっと負けている。さあ残りチャグスプ2個、そのまま回復勝負で1位。さあ降りて、さあローグラとのバトル、さあいいダメージ出すが、いやらせる、ここやられて。さあファイヤーが1人どこまで耐えれるか。さあ1人倒してバイキンさん倒して、カッキル入れれば回復するので、ここはカッキル入れて横から来ている、うまい、うますぎ、倒してカッキル入って、さあ回復ができる。さあローグラ、うわ惜しい、ナイス2、うまい、ファイヤー強い。今回はリザート、ルリ、ファイヤーたちのチームが強いな。さあルリもう行くね、これ捨てマッチだな多分、こんなに行くの、あ多分これ捨てマッチだと思うわ。めっちゃ W キー見れるぞみんな、これ多分、うわうまっ、いやうまっノアヘイリーを倒したね、ノアヘイリーを。さあ目の前、いやうまっ、いやうまっ、いやうまっ、対面力の強さ見せてもらおうか、ちょっと。さあここは全員楽しい、3パーティーいるぞ。さ
さあコヨタが、いやいや、うめえまずは一人ノーダメージで撃破。今週こそはいい結果を出して明日クオリファイしてほしい。さあアストライフル撃っていく。さあルナチがまたいるぞ。ルナチだよ。さあ残り12パーティー。さあローグラを取っている。さあビクロイすれば多分1、いや分かんないけど多分トップ3に入れると思う。さあ目の前歩いてくるナエトルをしっかりルリが落としている。いやーそれも取れるか。さあ目の前のキル取っていきたいが、さあバースト銃だとなかなか貫通力がない。さあ下に落として、さあ倒せそう。ペポがしっかり最後まで見ている。さあラスト試合ルリ、さあローグラをキープしたまま残り資材は16枚。ちょっと資材足りないかな、うん。さあなのでここは後ろでペポが敵を倒して、さあ資材をリフレッシュしないといけない状況。でもローグラあんましてこないからな。いやー美味しいそれ。さあまさかの石がめちゃめちゃ増えた。さあ最後の建材を使って、さあキルを取ろうとしている。さあ目の前を落としていくが、さあちょっと1位でいきたいよなここな、うん、ここ1位でいきたいよな明日のためにも。さあ後ろから撃たれてペポ、さあ残り HP が58。さあチャグスプ使ってミニポ飲んで、さあ多分これチャグスプ使うかな。そうね、チャグスプ使ってデカポ飲んで、さあワンボックス落とせれば資材が大量に手に入る。ルリの資材残り8枚。ギリ足り、いや足りないな。さあ上の人間を倒さないといけないし、しかも丘上アンチだが、いい感じのところに石がある。さあ目の前うますぎ。ワンボックスルリ100ダメージ。さあ目の前の敵倒していきたいが、腰打ちで削りきりはしない。ペッポもやられて155ポイントフィニッシュ。さあ最後 1v2 か、 1v1v1。 さあ降りてきたところを一発打って、さあ 2v1 だね。さあアンチ外に逃げていくが、これはさすがにしんどい。チャグスプ2つ使っていくが、さあ下階を持ってるチームがあまりない。そのままアンチの中まで行って戦うが、ここはフィニッシュ。さあ前沢たちのチームがローグラを取っている。さあキャベツとチャグスプ取って、さあこれは前沢がやりに行きます。ワンボックス入ってしっかり1キル取って、さあその状態でもう一度やりに行く。ハープンガンで倒しに行く。100ダメージ落として30。いやうまっ。さあ全部倒して、もう一人上にシークがいるが、これは間に合うか。一応ジャンパーがあるが、さああとはボットさんが回復勝負勝てるかどうか。さあチャグスモも残り1個。さあ登ってやりに行きたいが、さあ敵は回復勝負しているのか。さあどうだ。あーそのままシークがラスト試合。いやでキャベツがめちゃめちゃあるわ。30個持ってたな。買っていきました。さあじゃあ最終マッチ見ていきましょう。さあセッションランキングドゥン、あールリたちが1位で明日への駒を進めました。おめでとうございます。そして2位はハルキヨ、3位ネムタイヨ、クレンさん特選7位、ファイヤーたちが9位、ユセアたちが16位、リザたちも突破。はい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 、まあ、そうね、いい感じにいってるね、うちの。はい、じゃあ今日の FNC さん、今日はこれで終わりです。え、皆さんね、え、予選通れなかった人たちのね、温かい言葉をかけてくれると、嬉しいです。はい、それじゃあ皆さん一旦ここで終わりにしていきたいと思います。皆さんお疲れ様でした。またな。バイバーイ。